J さんこんこにちは今回ね動画の変身とそしてイデコのおすすめ本当ありがとうございます確かにサラリーマンでお暮らしになっている方はイデコをフル活用することは最低限お金を蓄えておくスキルになりますんで私も全面的におすすめしますただ私はちょっと立場が違いますのでイデコによる利益よりも大きな利益を狙っておりますんでね、えー、そしてそれを構築してますんで イデコを私の立場から進めることは多分ないと思いますがでも J さんの立場からねサラリーマンの方に向けてイデコをお勧めするのにはものすごくね意味がありますどんどん進めてイデコを知らない方にも是非ねこれを使うようにそして少しでもね投資や税に私たちは知識を身につけて戦っていかなくてゃいけないんですよ現在私はねあの「ドラゴン桜」の続編を見ています2021年ドラゴン桜 え、第3話を見てるんですけども、バカとブスこそ東大に行けって言ってますよね。そして、そのセリフの前にね、勉強はこの国に許された唯一の平等なんだって言葉もあります。これはね、何も東大を狙う時だけではないんですよ。社会に出てサラリーマンをして、何がしか私たちは生きていく。生きていく上で、知恵がある人と知恵がない人、圧倒的な差ができるんですよ。知恵ってのはそのまま力になりますからね。力って何かっていうと、稼ぐ力なんですよ。で、お金の量に、 応じて私たちは自由を手に入れることができます中にはお金があるがゆえに自由を束縛されている人もいますけどもそれは自由の使い方とお金の使い方が下手なのでおお金金を使使わわずにお金ににれていいるるという形になるんですよでそうならないためにもこれからね私も情報発信どんどんしていきますけどもあのお金と時間の自由を手に入れるためにとりあえず手元にあるカードは全部使っていくその前に自分にはどんな手元にカードがあるのかこれをねまず知らないといけないと。 まず我が身を知ることにより何をすればいいかってことが分かってきます。それはみんな違います。なぜなら同じように30年、40年生きてきてもそこで得たものとか得なかったものはみんな違うからなんですよ。ですんで共通概念としてたくさんのことを知ってほしい手持ちのカードを使ってほしいって言いますけども具体的に A さんには何があるのか B さんでは何が使えるのかこれみんな違うんですよ。だから個別ってものが必要になってきます。今 J さんは 持てる力を使ってね年収でプラス500万を狙っていますが今まだ500万の目星が立ってないいなと思いますただその中でもイデコってものを学び始めたり YouTube ってもののねコンテンツが増え続けてるのは必ず力になっていくと思いますなぜなら時代がそれを求めているからなんですよ、まあ、ですんでねこれほどはっきり時代が求めているものをサラリーマンといえどもやらないっていうのはもう最初からレースに乗れないってことなんですよ、まあ、今日はねこうやったあー気合の メッセージになりまして、具体的なお金を稼ぐ方法って何もないですけども、ただあるとしたら、YouTube を使わないという手はないということね。どんな立場の人でもですよ。とにかく YouTube のチャンネルを作って、YouTube で何かをアップロードする。それは副業禁止とかなんとかせこいことを言わなくてもいいんですよ。なぜなら YouTube で確実に収入が上げれる人っていうのは、そんなにいないからなんですよね。YouTube そのものを禁止してる会社はありません。YouTube の収益化をなんならしなければいいわけですよ。そう考えていくと、 副業禁止だから YouTube ができませんっていうのは、まさに全くの勘違い、知識不足ということになります。え他にもいろいろと申し上げたいことありますけども、今回ね、J さんから n i s のこと、ね、こちらのことを言葉が出たのはとてもいいことだと思いますね。うん。いとかね、ニー s とか、本当にサラリーマンであるならばこれを使っていくということが必要になってきますし、将来的にサラリーマンというものは、本当にね、自動的に搾取される最も 権力者にとって美味しい仕組みなんですよはっきり言って30日働くうちの15日はただ働きをされてると思った方がいいですよサラリーマンというのはねだからいずれ経営者となって1人会社を作ってその中でキャッシュフローっていうのをしっかりと見据えてねあこれが税金の意味なのかとかねこれが投資の意味なのかとビジネスっていうのはこういうふうに展開していくのかその時にまたねあの骨身にしみるように分かると思いますんで、えー、今はね、えー、このぐらいにしときましょうかいやでもね J さんはね 動画を見てすぐに自分の考えを話せるように条件反射できるようになったのはほら素晴らしいことだと思います、うん、J さんが YouTube を始めた頃に「あ J さん YouTube 始めたんだ」って言って見ていた人は今でもやってません確実に J さんは先を言ってますそれはね金額的にお金が増えた減ったよりも非常に大事なことなんですよまずははレースを始始めめめるること始めるためには 税金の知識、お金の知識、そして YouTube というテクノロジーを使うこと、こういうふうになってきますよね。あと付け、付け加えるなら暗号通貨を手にしてる人としてない人も圧倒的な差ができると思います。J さんは暗号通貨もきちんと理科できました。だいぶ進んでるんじゃないですかね。でも、自分の人生を買い取るにはまだまだお金が足りません。しっかりと稼いで、初年度の500万、ぜひね、目指してみてください。今からでも十分狙います。それでは、いってらっしゃい。